2030年代後半以降大量に発生するとされる使用済み太陽光パネルの廃棄について適正な処理に向けた勉強会がありました。大分市で開かれた講演会には宇佐市で廃棄物のリサイクル事業をする共栄九州のほか、大手商社で太陽光パネルのリユース事業などをする丸紅などが登壇しました。県内でソーラーパネルの設置や処理をする企業や行政などおよそ70の団体100人以上が参加し、太陽光パネルの適正な処理について学びました。再生可能エネルギーとして家庭でも普及が進んだ太陽光パネルは、県内では2013年に当時稼働中の施設として国内最大級のメガソーラーが設置されるなど導入が進められていました。一方で設置から10年以上が経つ今後、使用済み太陽光パネルの廃棄が大量に発生すると予想されていて、適切なリユースやリサイクルが必要となっています。気になるニュースを詳しくお伝えする記者の深掘り、今日の担当は平井さんです。はい、2030年以降急激に増える廃棄される太陽光パネル、その処理はどうしていくべきなのか、現状と課題を見ていきます。はい、まず2030年に太陽光パネルの廃棄量が急激に増える背景を見ていきます。 FIT 導入後に急速に普及、 FIT とは再生可能エネルギーで発電した電力を一定の価格で電力会社が買い取ることを国が約束した制度です。それが2012年に導入されてから太陽光パネルが急速に普及しました。太陽光パネルの寿命は20年から30年ですので、早くて20年後の2032年以降、大量廃棄の時期を太陽光パネルが迎えると言われています。はい、では県内にどれくらいの太陽光パネルのがあるのか、こちらです。推計面積にして98万平方メートルです。これは環境省が去年示した衛星画像などから推計したデータです。レゾナックドームに例えるとおよそ20個分の面積になります。すごいですね。これだけの数が一気に廃棄されると思うと、やはりかなりの量ですよね。そうですね、かなり集中した時期に廃棄が進むということで、はい、うん、ではその太陽光パネルの処理どうなっていくのか、種類によってはですね、まず設置業者に相談する必要があります。というのも種類によって有害物質が含まれる可能性があるためです。処理の方法としては3つあります。リユース・リサイクル、焼却処理、そして埋め立て処理です。ここで懸念されているのがこちらです。埋め立てる場所、最終処理場の不足です。もちろん家庭においても同じことが言えるんですよね。はい、本当これだけたくさんあると、最後埋め立てる場所がなくなってくるっていうのは予想できますよね。はい、せっかく環境にいいのに、はい、処理の段階でちょっと地球に悪いような気がしてしまいますよね。そうですね。そこで推進されているのがリユース・リサイクルです。県内の企業2社がタッグを組み、太陽光パネルの再利用に向けて取り組んでいます。はい、まず使えなくなった太陽光パネルを半導体開発などに取り組む電研という会社がですね、検査装置でその太陽光パネルリユースできるか検査します。できれば再利用、できなければこちら廃棄物処理に取り組む共栄九州という企業が装置を使って分解し、ガラスや貴金属に分別します。そこで回収されたガラスは断熱材などに使われるグラスウールの原料として出荷されていくということです。リユースできればリユース、そしてできなければリサイクルということですよね。はい、ただこの2030年に向けて課題はもちろんあります。県の担当者に伺いました。現在県内でこうした処理を受け終える会社は数社のみで、
現状の処理能力だと大量廃棄の時期を迎えたときに対応できないそうです。はい、まずは行政と業者が連携して処理システムを増強する必要があると話していました。はい、まあ、これから10年後ということですが、やはりこれだけの準備かなり時間もかかると思います。今から対応を急ぐ必要がありそうです。